断崖は1941年のアメリカ合衆国のロマンティックサイコスリラー映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック、出演はジョーン・フォンテインとケイリー・グラントなど、夫に殺されるのではとの疑惑の念に取り憑かれたニーズマを描いている。原作は1932年にフランシス・アイルズが発表した小説レディに捧げる殺人物語。 第14回アカデミー賞でジョーン・フォンテインが主演女優賞を受賞している。魅力的だが正体が怪しい男性と結婚した、不合の娘が自分の身辺に異変が次々と生じるうち、次第に夫が自分を殺そうとしているのではと疑惑を募らせていく姿を描いている。ヒッチコックは中盤で村の郵便受けに手紙を配達する郵便屋として登場している。 ジョーン・フォンテイン1942年ジョーン・フォンテインに対してアカデミー主演女優賞が贈られた時の写真。隣はゲイリー・クーパー。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ジョーン・フォンテインのおどおどした演技の巧みさとアルフレッド・ヒッチコックの不安にさせる、添付の差異をそれとなく見せてくれる、弾丸の高滑さと興味をそそられるサスペンスは、 悪名高いスタジオの賞デでさえも損なうことはできない。であり、33件の評論の内高評価は97%に当たる32件で平均点は10点満点中7.8点となっている。メタクレティックによれば4件の評論のすべてが高評価で平均点は100点満点中83点となっている。アンソロジーテレビシリーズ アメリカンプレイハウスの一本として1987年にサスピション、弾劾の恐怖としてリメイクされている。ありがとうございます。